久保さん、また売れてましたね。ありがとうございます、はい。でね、またメッセージいただいたんですけども、あの、なんだな。私宛の動画メッセージありがとうございました。生まれて初めてのことで大変驚きましたと。これからもう本質を学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、メッセージいただきましたね。はい、まあね、やっぱ久保さんも105を超えるときついですか。う いや結構きついっすよね <laughs>。うん。だからね、逆、僕もやっぱ少ない再生数でずっとやってて、あのやっぱ、ちょうどいい塩梅だなと思いますね、これぐらいがうん。やっぱ一人一人こうできるんで、これがやっぱね、人数多いと多分対応できないんで、うんまあ、こじんまりやってきます。 まあでもね、やっぱね、羨ましいとは思うと時もやっぱありますよね。もうちょっとやっぱね、数がお多ければね、一気にドカーンみたいなね。<laughs> 多分、多分ですよ。あの、僕の今の濃さで、今の濃さで再生数が1000ぐらいある。でそうすると、多分2 300人入ると思うんですよ。再生数が常時1000人ある。今の濃さで。 そうすると多分2三百300人はこう入ってくると思うんで、まあまあ,まあな売り上げボリュームになると思うんですけど、<laughs> なんかプロモーションなんか売りましたみたいなね。一気に2百300個売れるみたいな。だって300人だったら、300人決済入ったら、3万円の商品でももう900万ぐらいじゃないですか <laughs>。3万円の単価を売っただけでもう900万ですか、300人だと。もう約1000万ですよね。楽っすよね <laughs>。 めめちゃめちゃゃ楽すよ、ね、<laughs> 1年に1回のプロモーションで3万円の商品売るだけで900万みたいな <laughs> だそれぐらいの人数がこう入ってもらうとね楽なんですけど多分でも300人の決済に対してね一人一人のメッセージは送れないですし、うん、うだ売上だけで考えたら、まあ、人数が多け,多ければね あのいいっちゃいいんですけども、うん、まあ濃くやっていくってことであるならば物理的に無理なんで、うん、これぐらいがちょうどいいんじゃないですかねやっぱね、うんそうなんだかんだ言って、うん、再生数100ぐらいがちょうどいいんやあんばいかもしれないですね、うん、まあだからまあ維持していくってことですかね 現状維持ですね。現 <laughs> 現状状維維持、現状維持っていうのはあんまりいい言葉じゃないように聞こえるかもしれないですけど現状維持をうん30年40年続けられたらその現状維持っていうのはすごいことなんじゃないかなと思うんですよ。会社もね現状維持を100年続けられたら会社は現状維持を1000年続けられたらそれは現状維持鬼ですよね。どうすか多分1000年続いてる企業ってあるんすかね ?1000 年。 まあでも歴史的にはあれかどうなんだろうなまあ0 3 0 0年はあるかもしれないですね江戸からどうなんだ200年とかありますよね1000年続く会社って逆にすごくないですか <laughs> 1000年ってどれだけ続いてんねんその会社みたいな話ですよねその現状維持半端ねえなみたいな <laughs> だから現状維持もなんかぶち抜いてそのぶち抜くと偉業になるんじゃないかなと思うんですよね Yes.